コンソール、コンソールとは、コンピュータの制御タである。その他いくつかの派生的な意味で使われている。競技のコンソールとは、パーソナルコンピュータが登場する以前の、大型のコンピュータ、汎用機あるいはメインフレームやミニコンピュータに設けられた、運用、運転の制御をするための装置を指す。コンピュータをオペレーターが操作するために必要な、入出力装置を備えた。 制御版である。ベンチエストルスモール、スケールエクスペリマントルマシンや IBM 1620といった最初期のコンソールの時代は英数字の入出力が可能なキーボードやディスプレイが存在せず、フラットパネルに並んだトグルスイッチや電球のオンオフからシステムの状態を読み取るしかなかったが、1960年代以降はキーボードとディスプレイを最初から備えているか、 コンソール本体に搭載していなくてもシリアルポートを使ってキーボードとディスプレイを備えた端末を接続して使うのが一般化した。このようにテキストによる入出力が可能で英数字の表示可能なディスプレイが搭載されてシステムのことを表示できるコンソールのことをシステムコンソールと呼ぶ。システムコンソールとして当時に一般的に用いられたのは CUI を利用して対話的にコマンドを実行するためのキーボードとビデオディスプレイを備えた操作卓であり GUI は存在しなかった。そのため GUI の普及した現代においてもコンソールの機能をエミュレートする場合は普通 CUI のシステムコンソールがエミュレートされる。ミニコンやサーバー等キーボードやディスプレイを接続せずに運用する機器においては シリアルポートを通じて接続された別の機器、ビデオ表示端末がシステムコンソールとして利用される。これをシリアルコンソールと呼ぶ。DEC の VT100 が代表的なシリアルコンソールで1970年代から1980年代にかけて大いに普及したが、パソコンの普及以後はパソコンのソフトウェア一つとしてエミュレートすることが多い。 パーソナルコンピュータにおいては非常に小さなコンピュータシステムが事実上コンソールと一体化しているといってよくこれらがシステムの一部分として区別されることはほとんどない。その一方でソフトウェアを用いてシステム上に何らかのコンソールの機能を再現することが可能である。典型的には CUI をサポートする端末エミュレータが挙げられるが 本来コンソールの提供する機能は CUI や GUI には限らないことに注意が必要である。シリアルコンソールとして利用されるビデオ表示端末の機能を OS 上のソフトウェアとしてエミュレートしたものを端末エミュレータまたは単にコンソールと呼ぶ。1970年代から1980年代にかけての代表的なビデオ表示端末である DC VT100 の機能をエミュレートしたものが多い。ユニックス KOS では複数のコンソールをキーボードで切り替えることで仮想的に同時に走らせることができ、同時に複数の処理を行うことができる。これを仮想コンソールと呼ぶ。一般的なユニックス KOS ではデフォルトで6つの仮想コンソールを持つことができる。 自分にパソコンを起動した時に自分のパソコンのシステムの情報などを表示してくれている画面をシステムコンソールと呼んでいる。GUI を搭載した OS でも起動直後だけは CUI でシステムの情報を表示してくれる場合が多い。ビデオゲーム用のコンピュータの制御宅はビデオゲームコンソール、日本語ではゲーム機と呼ばれる。 いくつかのゲームではゲーム中にコマンドライン風の画面を呼び出すことができる。チートコードを入力したりするのに使われる。ゲーム機上でソフトウェアとして他のコンソールの機能をエミュレートしたものを仮想コンソール、バーチャルコンソールと呼ぶ。現在 GUI 環境が普及しているが、そのような環境においても仮想的な CUI コンソールを備えている場合がほとんどである。 実装の方法は各 OS によって異なるが、典型的には実画面上に、ウィンドウ表示、または全画面表示される仮想 CUI 画面と実機のキーボードの組み合わせとして表現されている。GUI 環境でも採用される理由としてはなどが挙げられる。上記はもちろん通常の CUI 環境でも当てはまる。パーソナルコンピュータ用の OS では、 ほとんどが備えているので利用は簡単である。例えば Windows ならファイル名の実行からもしくはプログラムからである。MacOS 10以前のクラシック MacOS は初心者がとっつきにくいことから CUI コンソールを持たなかった。Unix である m a x では利用することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。